行われたエクストリームロイヤルに勝利し、ブリティッシュライトヘビー級王座挑戦権を手にしたレッスルワンの未来、吉岡誠輝。ずっと応援してくれてる人たちが喜んでくれるように僕はベルトを取ります。レッスルワンの未来は俺がつけます。日本初上陸となる王者ディーン・オールマーン、イギリスオールスターレスリングのエースとして活躍する二冠王者、実力未知数の王者に挑む吉岡、未来を想像することができるのか。ブリティッシュライトヘビー級選手権、チャレンジャー吉岡誠輝 VS チャンピオンディーン・オールマーン。7.6 レッスルワン両国大会インパクト、第3試合はブリティッシュライトヘビー級選手権試合です。6.22 博多、挑戦者決定エクストリームロイヤルで意気を取りました。3月のドラクエ大会 DNA エクスペディション王座に続く2度目のタイトル挑戦。2008年広島のローカル団体でレスラー人生をスタートさせた男が両国の大舞台でベルトを取り世界へ羽ばたくことができるでしょうか。チャレンジャー吉岡誠輝。現在ヨーロッパオールスターレスリングの頂点に君臨する男、2001年1月にデビューを果たし28歳ながらキャリアはすでに14年、今満天下にそのベルトを知らしめます。立ってよし寝てよしのオールラウンドプレイヤーという事前情報も伝わってきております。初来日のチャンピオンは新進気鋭のチャレンジャーをどうさばき、どんなスタイルの戦いを我々に見せてくれるのでしょうか。ブリティッシュライトヘビー級チャンピオンイン・オールマーク。ブリティッシュライトヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナーチャレンジャー170cm 77kg 吉岡誠輝。レッスルワンの未来を今この瞬間から作っていけ。挑戦者吉岡誠輝 175cm 82kg ディーン・オールマーク。オールスターレスリングのエース、初来日初見山ブリティッシュライトヘビー級チャンピオンディーン・オールマークです。第3試合はブリティッシュライトヘビー級選手権試合60分一本勝負、チャレンジャーレスルワンの未来吉岡誠輝、対するはチャンピオン、ヨーロッパはオールスターレスリングからディーン・オールマークです。今一旦コミッションにブリティッシュライトヘビー級のベルトが預けられます。ディーン・オールマークはそのベルトに加えてスーパースラム王座の二冠王というチャンピオン、今両者が握手を交わしました。今ゴング、吉岡誠輝にとってはレスラー人生の分岐点となりかねない大事な試合開始の鐘の音を聞きました。さあカズさん、はい、カズさんはその 6.22 博多エクストリームロイヤルで最後吉岡誠輝と対しました、はい、自力で吉岡が掴んでこの舞台上がってましたよね、うん、そうですね、彼と初めて会ったのいつだったっけな、4、5年ぐらい前ですかね、広島の興行の時にね、彼が、まあ、特別試合みたいな感じでね、しに来てくれて、その時からすげえ選手がいるなっていう、まあ、体の線は細かったんですけど、はい、いい選手がいるなって思ってて、まあ、それから、レスラーに来てもらって、ちょっと待ってください、倒立を見せます。
クイーンオールマークチャンピオン体制入れ替えてみせました。そうそうそう、でね、これから今度世界にね、これを機に出ていってほしいなっていうような広島からこう来てくれるってすごいですもんね。そうですね、クイーンオールマークすごいですね。さあここは吉岡を翻弄してまいります。これね、多分ね、はい、普段よりイギリスのスタイルを意識して、ね、両国のリングに立ってるんだと思いますね。あ、なるほど。というのは一番どのあたり？あのね、この選手 4,5 年前に現地で見たことあるんですけど、はい、全然スタイル違いますね。あ、そうですか。だからあのかなりオールラウンドなプレイヤーなんだと思いますね。その時はね、飛んだり跳ねたりとかそういった動きが中心でしたから、まあ、そういった技もこれから出てくるかもしれませんけどね。情報がかなり少ない中で手元に届いた資料では、まあ、イギリス流のキャッチレスリングの使い手、はい、さらにオーソドックスなスタイルの中にも独自性を織り交ぜた攻撃を繰り出す選手、そうですね、はい、という情報が伝わってきております、まあ、この選手を見た時にあの試合では飛んだり跳ねたりとかしてたんですけども、試合前の練習ではあのキャッチアズキャッチターンの練習してましたからね、はい、あ、そうですか、はい。さあそのディーン・オールマークに対して得意の蹴り技に待ってまいりました。やっぱりその頃から比べるとかなり体も大きくなってますね。あ、そうですか。今2冠王なんですけど、はい、あのブリティッシュライトヘビー今日かかってるベルトの方はあの6月14日に取ったばっかりなんです。そうなんですか。あの王座決定戦で、はい、ネイサン・クルーズという選手からホワイトドという、ね、あの島で取ったんですけれども、でもう1本のベルト、ちょっと待ってください。今これ新井さん、もう一つの一面見られるかもしれません、30飛びのラケムラーが、いや、まさに本当にもう一面出してきましたね。出してきましたね、はい、だから今いい、すごくいい飛び方でしたよ ね、 ね、放送席の目の前、見えを切ってまいります。初来日ディーン・オールマーク、カンさん、本当に世界中にはね、日本には名前が届いてこないだけですごい選手たくさんいるんですね。僕が知ってるディーン選手はもうガチガチのもうあのキャッチレスリングの選手だった、はい、カバーに入る、はい、まさかこういう風な飛びまでね、しかも綺麗にねやるとは思わなかったですね。これ初来日で初めてのリングですから、あの向こうともリングのサイズとか全然違うから難しいと思うんですけどね。そのあたり実際カズ選手も戦っている身ですけども、はい、やはりその環境の違いというのは大きく左右するものですか。左右するものですけど、あのやっぱりこのキャリア的なものにそれってこれはなってくるんですけど、監獄、足は監獄固め、上半身はバタフライロック、これはねメキシコでもないジャベですよね。あ、そしてそのまま肩をつけていく、再びです、リストをしっかり決めながら、そして自分からクラッチを切って体勢で書いていくボディースラム。さらに何を見せるんだ、ふわっとセカンドロープ飛びに乗りました、距離があるところなんですが、レッグドロップ、セカンドロープからダイビングギロチンドロップ、アントワス、まあ、オールマーク選手はあの初来日ではありますけれども、はい、日本人とも何か対戦の経験はあるんですよ。そうですか、はい、例えば剣道家臣選手とか、あのシニオンの重心サンダーライガー選手とか、ライガー選手には去年勝ってますから、で今遠征中の高橋宏夢選手と去年戦ったりエルボースマッシュ2発からカバーしてるんですよね、あとウルティモドラゴン選手と組んだりとか、まあ、日本人との絡みは何度かありますんで。ということは新井さん、はい、本当に素晴らしい選手たちのもうこれはいいとこ取りで吸収していると、うん、そうですね、やっぱり経験がありますね、あとさらにこれ加瀬選手今受け身が取れない状況、腕を決めておいての投げ、決めてましたね、珍しいですよねこういうの、はい、初めて見ましたね、で TNA にも上がったことがあります、かなり前ですけども、はい、ということは大きな舞台でももうそれは経験済み、臆することはないということですね。いやでも彼にとってはね最大の舞台だと思いますよこれ。さあそのディーン・オールマークを向こうに回して、ソフトウェアの蹴り一発からなだれ式のフランケンシュタイナー、まあ、カズさん、このディーン・オールマークもねいろいろできますけども、吉岡関もいろいろできますからね、ワンクッション入れておいてもラッケブラード逆にお返ししてまいりました。いや今吉岡選手の足が自作にダイレクトで当たったんでちょっと気になるんですが、いやあれね、大丈夫ですかね、はい、すねに行こうとした時にうまく早めにね足を入れて、あの足の裏から手先を蹴るような感じになりましたね、はい、そのあたりは計算してましたね、はい、はい、さあ使っていきます、膝勝ち上げる、さらにもう一発側頭部、さらに正面に回って顎先捉えてまいりました、すぐさま片指固め、カウントを迫ってまいります、カウントは2、
まあ、吉岡関はこのチャンプに対して映像を見て研究した、まあ、キャッチレスリング主体のイメージなので打撃が苦手なのかもしれないと話をしていました。その得意の打撃で自分の土俵に引きずり込みたいと話したのが吉岡なんですが、その打撃をかわして、いや逆に今度は足ではなく腕を使ってまいりますリンオールマーク。いやいや打撃もいいですよ。いいですね。足を崩していく。うまいよ。しっかり状況見えています。いや吉岡身動きが取れない状況にさせられてしまった。このまま見つけていく。いやえげつない攻撃も繰り出してまいります。さあさらに首をかけるポーズ。後ろから前キックが飛んできた。蹴りでスリーカウントか、危ない危ない。いや荒井さん、これ吉岡ね、蹴りでスリーカウント終われるとこんな格好悪いことないですからね、いや本当にこの選手予測不能ですね、いや何やってくるか分かんないですよ、まあ、オールスターレスリングの看板を背負っての初来日、そのプライド意地もあるでしょう。チャンピオン吉岡が後ろに着地したんですが足元がおぼつきません、はい、ちょっと今着地の際に、痛めた左の膝を痛めたでしょうか、いやー日本のファンはみんなねオールマークを今コールありましたね、使ってましたね、使いましたね、あのこの選手が持ってるもう一本のスーパースラムというね王者は、おそらく無差別級あたりのねあの階級のないベルトだと思うんですけど、彼はこのベルト1年ちょっと持ってるんですが、ちょっとこれ心配ですね、あまり動けないと新井さんこれレフリーストップということもありますよ、そうですね、という危険性もありますね、カウントをしろとレフリーに迫ります。あのこれイギリスだと即カウント入りますからね、今レフリーがカウントを数えます。立ち上がることができるか、ようやく掴んだ、ようやく世界への切符を今掴みかけているところ、吉岡聖輝、あ今コールドスプレーダメです、あダメですか、ダメですか、今タイムストップか、いやしかしそれをチャンピオンは意に介さず決めにかかるのか、後ろに着手、足は大丈夫か、トランスキック、しかしダメージがあるか、すぐ攻撃に向けないか、痛む足をこらえながら、それでも加さんやっぱりちょっと力入ってないですね、これは無理ですね、ちょっと立てないですね、力が入ってないですね、それでもなんとか赤コーナートップに登っていこうという吉岡聖輝、これがレスクワンに入って2度目のタイトル挑戦、ああダメだ、ここでチャンピオンが蘇生、チャンピオンが立ち上がってまいりました、エルボー一発だ、トップロープに両足をかけた、何を見せるんだ、何を見せるんだ、これはスパニッシュフライ、強烈すぎる、スパニッシュフライ、これでスリーカップを返していきました、これはダブルスプリングボードムーンサルトというやつですか、あの、まあ、俗に言うスパニッシュフライですよね、彼の、ね、フィニッシュの一つなんですよ、いやしかし一つそれを返されたならばと、またしても複雑なフィニッシュだ、もうこれは拷問技、これは見ても捉えられた、さあどうだ吉岡、あえて離してカウントに移行した、カウントは2、カウントは2、カウントは2、ブリティッシュライトヘビー級チャンピオンシップ、まあ、過去にはあのデーブ・フィンレも巻いたことがあるとある優勝のあるベルトです、その流れのベルトですね、いやしかしその流れを受け継ぐエルボースマッシュチャンピオンディーン・オールマークが試合を優勢に進めている、裏回し一発ありました、しかしレスワンのビッグマッチ、吉岡も覚悟を持ってのタイトルマッチです、さあバズドキックから再び赤コーナートップを狙っていく、世界に向かって羽を広げたスワットンボム、さあ得意技完璧に固める、スリーカウント、吉岡取りました、吉岡世界のベルトを取った、大逆転ですねこれはね、大逆転勝利です吉岡聖輝、いやー勝った、最後の最後は吉岡の執念が勝りましたね、執念その部分はが一番合うかもしれない、もうね諦めない気持ち、すごい伝わってきましたね、あそしてさあ自らこのブリティッシュライトヘビー級のチャンピオンベルトを
手にしました。自分で立ってこいと吉岡に。いやチャンピオンとして笑いたい、はい、9割9分攻めていた試合、ね、あしかし認めましたね。彼ね、日本に来る直前の大会でリング上から宣言してたんですよ。あのバイクを持ってこれから日本に行ってくると。で必ずバイクを守って帰ってくるからということでね、誰も強制でも受けてくるということを言ってたんですが、まあ、これ潔く負けを認めましたね。あそして全チャンピオンチームから新チャンピオンの腕を上げます。やりました吉岡、左の膝を痛めながらもそのアクシデントに負けず、今両国国技館に新チャンピオンとしてベルトを高々と掲げています。第3試合ブリティッシュライトヘビー級選手権試合は元吉岡聖輝がベルトダッシュに成功、新チャンピオンに輝きました。岡さん、これから吉岡のチャンピオンロード、燃えロード楽しみですね。はい、これからどういう風なねチャンピオン像っていうのを見せてくれるかっていうのは楽しみです。期待しましょう。はい、吉岡聖輝やりました。